皆さんこんばんは。フィリピンダボ情報チャンネルの町田です。先ほどコメントでタール火山の情報が日本にないので新しい情報を教えてくださいというコメントがありましたので、今日ちょうどタール火山噴火警戒情報が変更されましたのでお知らせいたします。このようにタール火山の噴火警戒レベルが3へと変更されました。今日は2020年1月26日現在ですね。それではこれについて解説をしていきます。1月12日に噴火があってから今日で約2週間、今2020年の1月26日ですけども2週間が経ち、以前はこのように煙が出てその中に雷が起こるという非常に印象的な写真が世に出回りました。その後マニラまで灰が降り注ぐと一大事件になったんですけれども、その後状態は危険な状態が続き、警戒レベル4ということで、昨日まで警戒レベル4でした。こちらが今日の2020年1月26日現在の写真なんですけれども、煙は落ち着いてだいぶ様子が変わっていますね。ということで警戒レベルが1つ引き下げられ、レベル3となりました。しかしこれは Google マップなんですけれども、タール火山の周りを検索してみましたら、依然としてこのびっくりマークがついておりまして、タール火山噴火中となっています。依然に危険な状態が続いています。そしてこれが本日の午前8時に出されたフィリピン火山地震研究所によるレポートです。こちらによりますと、警戒レベルがレベル4から3へと変更したと書かれています。詳しいことは後ほど述べますが、半径 7km 以内は未だに立ち入り禁止ということです。これまでは半径 14km 以内が立ち入り禁止だったので、7キロから14キロで入ってこれなかった人は帰れるということで、それも記事になっていました。こちら以前から使用している図ですけれども、警戒レベル3、全部で1から5まで、5が一番危険で1が安全なんですけれども、今まではこの4という状態が噴火が起きた日から続いていました。それが本日、2020年1月26日に警戒レベル3へと変更されました。それでは警戒レベル3とはどういう状態なのでしょう。火山噴火警戒レベル3とは、レベル4と比べ危険な噴火の可能性は低下しています。しかし危険な噴火の可能性が消えたわけではありません。フィリピン火山地震研究所がそう言っています。それでは火山噴火警戒レベル3とはどのような状態なのか、この主に4つの状況が未だに起こる可能性があります。弱いマグマ水蒸気爆発、火山性の地震の発生、そして火山灰の荒廃、そして命に関わる火山ガスの排出なので、未だに危険な状況ということですね。これらが起こる可能性がまだあります。そしてレベル4、危険な噴火がいつ起こってもおかしくないという状況からレベル3に下げられた理由ですけれども、これらの理由が挙げられています。一つは火山性地震の数の減少、そしてマグニチュードの低下、そしてタールカルデラとタール火山島の地盤変動の鈍化。これは地震による地割れやマグマによる地盤変動、地割れの数や規模が鈍化しているということですね。そしてメインクレーターからの水蒸気やガス排出の減少。ちょうど最近まで水蒸気が上がっていた報道がなされていたんですけども、それが落ち着いてきたということですね。しかし約2万2000世帯が帰れないという状況が続いています。このように地震によって家が崩壊しているところもあるそうです。そしてこの約2万2000世帯はもう同じところには戻れないだろうという発表も出ています。そして今後の動向ですけれども、再び火山の警戒レベルが4に上がる可能性もあれば、このまま落ち着いて2に下がる可能性もあるとのことです。いつレベルが変わるかわからないのですが、レベル4になった場合、1時間以内に避難できる体制を整えておくようにという警告が出ています。引き続き警戒が必要となっています。本日お知らせできるのはここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が参考になったと思われましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また高評価ボタンもお願いいたします。
それではまた次回ありがとうございました。